皆さんこんにちは。この間は掃除機にいらしてくれてありがとうございます。今ちょっと声が枯れてますから、今の話なかなか面白いですね。あの人間といいますのはね、一番神様の世界にあるね、で魂魄の間に想念っていうのがあるわけです。思いがね、霊は光ですから、そこでお釈迦様来るんだれとかね、老子さんは無因してなせとか、イエスさんは善択とか言うわけですよね。で皆さんこうやって座ってらっしゃる、まあ、あるいは働いてらっしゃると、自分の本体というのは神界にいましてね、神霊の世界にいて、もう光明三殿として生きているわけなんですよ、誰も彼も。だから人間は神の子だと言いますね。それはどうして神の子かというと、自分の本体が神霊の世界にあって光り輝いているんですから。だから思いがない時にはそこにいるわけです。それで何が自分の運命を邪魔するかというと、それは自分の想念なんですね。想念波動、思いの波が自分の運命を邪魔するわけですよ。だから一番悟りに近い状態ってどういうことかというと、思いが揺れ動かない、いつも静かに、しかも明るくね、心が動揺しない、不動心と言いますね。心は動揺しないで清らかに、しかも明るく落ち着いてる、そういう状態が一番いい状態なんですね。だからもう波が立ってね、いつも波立ってる状態は、まあいいことをしてもですよ、いいことをしても波立ちながらいいことしたんじゃ、それはまあ大したことはないんですね。心は冷静になっていて、心は暖かく明るく穏やかに、しかも生き生きとしてなきゃなんですよ。そういう状態で動いていく、ね、そうなるためにどうしたらいいかというと、思いをね、想念をいつも神様の中に入れておいて、守護霊守護人さんの中に入れておくという練習が必要ですよね。それがこの統一会なんです。この統一会というのは自分の想念をね、神様にお預けするという、ね、で神様の肩から自分が動く、自分の本体から動いていく、自分の本体が、あなた方が統一してるとき、今も話がありましたね、和田さんから話があったように、正直さんばかりじゃありません、自分の本体も一生懸命、ね、神様に心を表すために働いているわけです。いわゆる自分の思いが邪魔しなきゃいいんですよ。自分の生活も人の生活も思いが邪魔してるんだから、思いを一遍消さなきゃなんで、で、私はみんな消えていく姿って教えるんですよ。あらゆる出来事も、あらゆる思いも、みんな消えていく姿です。あるものは完全満なる神の御心だというのは、神様、一なる神様じゃなくて、ね、皆様の実体の本心ですね、本心そのものが光り輝いているんですか、いいですか、それ間違えちゃいけない。光り輝いている本心だから、それを表したりすればいい。表すためにはどうしたらいいかというと、頭の中ごちゃごちゃごちゃ、表知体格ですね、頭の中でごちゃごちゃしている思いを消さなきゃいけない。消すためにはどうしたらいいかというと、統一が必要。ね。そこで、世界人類が平和でありますようにという、人類愛の心の中に、ね。人類愛の心を通して、守護霊守護人の中に、神様の中に自分の想念を入れてしまうのが、この統一なんですよ。そこで、御威霊山というものがね、神々が、その、想念の波動を消すためにね、ここで一生懸命、柏の中に光り輝き、自分の中に光り輝いて皆さんの想念を消しているわけです。だからあなた方は統一しているというか、本当は一番いい仕事をしている、一番神の御心を表し人類の平和のために働いているんですよ。だからただぼやっと座っているに見えるけども、実はあなた方はここに座って世界平和の世の中で、ね、お祈りをしていることは、世界人のために大きな働きをしているんだということをね、改めて自覚してください。今のまさみさんの話でもよくわかりましたよね、それは。ああやって、その時は守護神さんがよく働くんです。ね。一番働く。ああじゃない、こうじゃない、こんなふうに頭を持ってる時は一番働かない時ですから。そのつもりで、バカの考え休みに似たりってありますよ。ね。バカほど考え、そうでもないけどもね。あまり、ね、くよくよしないで、本体から出てくる光でもって動き出す。だから、悟りの本格、要するに、本当に悟りますとね、やることと思うことは一つなんですよ。やろうと思うことはやってる。ね。しかもそれは正しいことである。ああじゃない、やろうかしら、こうじゃない、どうしようかな、こんななってないんですよ。
スッとやる。しかしそれが正しいことでしょ。衝動的に、ね、大久保みたいにね、大久保さんって人もいらっしゃるけども、あの、変な大久保ね、やろうなんてね、変なことしたんじゃ困るんだけど、正しいことをあまり思いまつらわないで、スッ、スッとできる。しかもそれが人のためにもなり、ね、社会のためにもなり、国のためにもなるということは、スッスッとできるようになるのは大事なんですね。それで、一番危なくなくできるのは何かというと、世界平和の祈りなんですね。寝ても覚めても、歩いても、ね、おトイレにいても、トイレの時間は長いですから、あん中で一生懸命無駄ですよね。あの時世界人類が平和でありません。私の天命が全うされません。ブーというか平というかわかんないけど、やってる、いる間でもね、それは大変な働きとしてる。ね。だそれをね、自覚なさってね、ああ、いつでも世界平和の祈りをしていれば、自分は大きな働きをしてるんだな。自分の本心と一つなんだな。守護霊さん、守護神さんと一つなんだな。ということを、はっきり自覚して、毎日を一生懸命生き生きと生きてくださるようお願いいたします。それではどうも。